ただきます。住んでいた地元が大分で、先月まで大分、23年間大分よ。最近上京して、え、待って、じゃあこれ初上京ハウスってこと？しかも1ヶ月も経ってないよ、初上京ハウスの。なんで？え、ずっと隣の県いたのよ、ずっと。なんで？何してたの？え、ずっと大分、え、大分が好きで。なんで？え、何？大分が好きで離れられなくて。なんで？え、過ごしやすい、地元が好きでらしい。アルモリ君おいくつでしたっけ？24の年です。そう、兵庫の2個上のお姉さんです。そう、意外とさっききりもり君の動画撮影したけど、一生笑って何も仕事してなかったから、今回は兵庫の動画でいっぱい喋ってもらおうと思って。はい、今回は恋愛質問コーナー。はい、これえ、こんなんやるやん、いつもなんかすごい、すごい、ちゃんと見てる。見てるよ、めっちゃ見てるよ、もちろん。でも本当に時たまバカにしてくれて嬉しい。なんか、すんで、しなさそうだけど、丸森くんは。でも無意識に、めっちゃ見てるもん。無意識に、なんかいじってくるから、結構本気のそう思ってるってことだよね。うんじゃねえんだ。今日は、もうとってもプリチでプリプリな、二個上の、プリチでプリプリな、あの、金森くんなので、しかも性格も結構真逆。真逆。そう、真逆なんですよ。まあでも、しかし、ものもあるかもしれないし、でも多分恋愛感全然違うと思うんで、楽しみです、要は。全然違うと思う。ね。もういつもぶち切れてるけど、人に怒らない、金森くんは。確かに、こういう人出たことあります？ヨコンのチャンネルに。ない。なんか、ないね。では、またコラボお願いします。というのは冗談でですね、それでは金森さんお仕事してもらいます。なんかたくさんの質問を。はいはいはい、はい、第1問、ルルン、クズを見抜く方法を教えてください。ちょっとしょっぱな、なんか見抜けなさそうだけど。無理、マジでクズとしか付き合ったことない。本当に何人と付き合ってきました今まで？5、6人かな。まずクズとは、切り盛りくんの思うクズとは、クズ、え、だいたい元カレやろ、そんな言っちゃった。え、マジ元カレみんな最悪。私が返させちゃってしまう、いつもなんか全部私が払ったり全部やってあげて何も言えなくてみたいな、どんどんクズを育て上げてしまうっていう感じになっちゃう。これはそんなことないよ、丸森くん、ちょっと強かった、ごめんなさい。丸森くん悪くないとは言えないかもしれない。優しすぎるんだもん、ちょっと。え、それがでもコンプレックスじゃない、なんていうの、分かってる、私の自分の悪いとこっていうの。いや、でも、いいとこでもあるじゃない、それって。いいえ。優しいのはいいことよ。え、だから、なんか、え、なんだろうね、難しい、そこら辺のアメトムチ。ひよこめちゃくちゃ人にブチ切れれるから、普通に。怒れないでしょ、丸森くん。全く怒れない、真逆、逆に怒れ、無理無理。なんか自分が我慢すればいいやって思っちゃうから。ほらね、真逆、分かるだろ。だから、こっちもね、でも怒ってる人も何かを失っているのよ、実は。何かを犠牲にして怒っているの。相手を嫌な気持ちにさせるかもしれないとか、嫌われるかもしれないって。でもそれを一旦飲み込んで自分のために怒っているの。だから自分が好きなの。丸森くんはもっと自分を愛した方がいいっていうこと大事にして。で、クズの見抜き方わからないということです。はい、で、クズは大体金森くんの元カレということで、誰が知っとるんだということです。金森くんの歴代元カレみんな知ってる？公表してる？何人か。あ、何人かいるんだ。え、うん、何人？具体的に。え、公表したのか。そう、公表してる。みんなが知ってるだろうって思う。3人。本当に？公開するの嫌じゃないですか？でも私高校1年くらいから SNS で活動してて。そうなんだ、長い、大先輩だ。そう、長いから、なんかまあ3人くらいできるじゃないですか、高1からほぼ10年までいかんけど。でも要は1人1個それぐらいしかいないけど。ごめんごめん、何笑ってんの。だからこういうとこだよ、そういうの出してこう、もっとブラックきり丸をね、ホワイトすぎて怖いのよ。絶対7時に定時退社されるような会社を作り上げるでしょ、会社作るんだったら。7時定時退社、もっと早いか5とか知らんけど、まあどうでもいいけど。はい。 y o u t
YouTube を始めたきっかけに。あのさ、恋愛の質問募集してんだ。YouTube は恋愛リアリティショーだと思っているの？何笑ってんだ。ひよりくん、笑いすぎ。カツ丼をもう2時間ぐらいかけて食べてるんだから。まあひよこもやけど、親子の。さっさと食うんだ。異性の行動で冷める瞬間、うわー、これは人それぞれだから気になるかも。結構それこそ、この前私のチャンネルで、カエルが現象ってわかる？わかる。の動画を出した。うんうんうん。そう、それでカエルが現象の動画を出したの。すごいな、はい。いや、すごいなと思って。確かにそう、カエルが現象になる人いっぱいいますもんね。めっちゃいて、めちゃくちゃ共感してくれたんだけど、一番すごい感じるのが、あの、理解してくれるかわかんないけど、お店とか行く、めっちゃ細かいメニュー表の名前をそのまま全部店員さんに言う人。バリわかる。ちょっと待って、めっちゃわかる。なんとかソースの、なんとかキノコ彩り野菜のとかでしょ。めっちゃわかりますそれ。なんで私だけと思ってた。いや、私だけと思ってた。ね、いや、私も、いや、言わんでええがなとか思っちゃう。しかも、なんかちょっと突っかかるのとかね。ね、彩り野菜の、キノコとトマトソースのとか。めっちゃなんか、本当にわかる。そう。となる。もうそれだったら、これくださいって言ってほしい。でも店員さんからしたら迷惑かもしれないから、ちゃんと分かるように、あ、このチキンのやつとか、そうね、全部読むの。そう、そう、本のタイトルみたいに。そう、ね、なんか動画ですごいみんな分かるって言ってくれたのが、私は、あの、シェフの気まぐれパスタっていうのシェフの気まぐれパスタを言ってほしくないと。気まぐれで作ったシェフのパスタよ。いや、それは店が悪いじゃん。彼氏は何も悪くない。じゃ、逆にシェフの気まぐれパスタはしょうがないわ、それは。シェフの、シェフの気まぐれパスタで。じゃあそれ、言い方でもやらないでも。あ、でもなんかその、早見もこみちみたいな、めっちゃかっこいい人が、なんかそうそう。キリコ、食べに行こうって、シェフの気まぐれパスタで。あ、そう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 。むーってなるってこと。わかる。でも、シェフの気まぐれパスタはわかるけど、はい、そのまま行って。はい、気になるのが、お会計の時気まずくなる。あのさ、ちょっと待って、それ出ると思わなかった、まさか。私これ、それ言ってるの、友達に毎回。あの、財布を出して会計してる姿見るの、本当に苦手なの。わかる？全く一緒。すごい。全く一緒。本当に、わかる。一番無理かも。うん、私もそう。え、出せたこと。でも、店入る瞬間とかも無理なの。え、わかる、わかる。カフェとかで、あの、入る瞬間。わからない？あ、店員さんが来るまでの間とかの、あの、なんて言うんだろう、恥ずかしい。何入っちゃってんのって思って。いや、入らないといけないのに、うわ、入ってらとか思っちゃう。いや、思っちゃうの。いや、やっぱ、だってもうご飯食べに行く気はお花なんよ。待って、マジでわかる。あれ、なんてなんやろ。あれ、でも女子特有っぽい。あ、それ用意しとったもん、言おうと思って、冷める瞬間。びっくりした、いるんだと思って。なんかそれを動画で言ったら、めちゃくちゃいた、会計系。あ、そうなんだ。めっちゃ意外。そうなんだね。お財布のブランドも私結構めっちゃ見ちゃって、うわー、それ使っちゃうかーみたいな。それはもう言わないですけど、みんな好きなブランド、嫌いなブランド、まあそれぞれ出すでしょうから、ゆうこ言ったらもう傷つけてしまうかもしれないし、ね、言わないけれど、まあ、とか、男性が使ってた気がして嫌なんですよ。ごめんなさいね。いや、嫌なの。使ってないもん。じゃあ、どこ？本当に？え、ちょっと待って。え、あのさめっちゃ気まずいんだけど、どうしたらいい？あの、ひるまちゃんのスタッフさんがあの財布使ってるっていう男の人、どうしよう、ひるまちゃんめっちゃ気まずい。出すなよ。え、でも形で言うと何が嫌だ？形で言うと、あの人モルピーっぽい。待って、これ分かるかも。関わる人も、インスタのフォロワーも、不快な人ゼロの完璧な世界を作りすぎて、2016年から彼氏できません。多分そのインスタのフォロワーとか、友達とかすごい厳選してる子だから、もういい人、もう大好きな人しか前に置きたくないみたいな子、彼氏ができないっていうか、その人のこと好きになれないじゃないですかね、そもそも。私もそういうタイプ、わからないですか。キュッてしすぎて出会いがないってこと？出会いもないし、出会いたくもない、なんならちょっとあんまり。
で、なんか何だろう、なんか許容範囲が少ないんですよ、私めっちゃ。うん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 、もうなんだそれって思うことがめっちゃいっぱいあるから、人間性っていうか、そのえそういうことしちゃうんだの、うん、ハードルがめっちゃ低いんですよ、私。そうだから引きやすいってこと、引きやすいっていうか幻滅して、なんか何だろう、期待してるから、すごい人に。そうそう、自分が当たり前にやってることは相手にも当たり前にやっていてほしい。だからそれ価値観の違いなんだけど、だからね、この人の気持ちすごくわかるの、新しい世界を作るのが難しいってことだから。え、でも寂しくなっちゃったり彼氏欲しいとかいう時もあるってこと。意味わかんないかも、この質問間違えた。これ人間関係系のあれかも、恋愛。今なんか切り盛りくんがあの恋愛の話持っていこうとした時に、あ、これ違うわって気づいた。あ、これ間違えたと思った。たまに女の子もいいかなもなと思ってしまう。くんいいんじゃない。女の子よくない。でもどう、あ、同棲ってこと。うん、絶対無理。あ、マルコいける。え、言ったことないけど。あ、いけるってね、本当に付き合えるってこと。付き合えるよ。え、でも付き合ったことはない。ない。え、けど中学校の時本当に好きになったことあるよ。私も全く同じ。うん、中学生の頃に二個上の先輩ガチ恋してた。うわ、え、付き合いたいの感情だった、あれは。紛れもなく。え、本当に恋愛感情だよね、普通に。そう、本当にそうなの。でもその一回っきり私。うーん、あと二回あるわ、じゃあ私。でも良さそう、なんか男女で付き合うより。そうかも、意外と合ってるしね。うんうん、ちゃうかも。あれ、脳の作りとかが。うんうんうん、はいはい。追いたい派ですか、追われたい派ですか。うーん、今までは追って失敗しちゃったから尽くしすぎてとか、うんうんうん、なんかさやってあげたすぎてみたいな。はいはいはい、分かるわ。なんか次は追われたいって思っちゃう。でも追われたら気持ち悪くなるでしょ、絶対。マルコでしょ。それだわ、なるわ。だからちげえんだって。もうだからワンワンの本当に性格がいい犬を捕まえるしかない、キリマルコは。そうだと思う、ヒヨコ。ね、え、ヒヨコのどっち追いたい。あ、そっか、追われたらやっぱそうなる。ちっとも追われたくない。何やったの、何やったの。もう追われたらもう、そうなんや。バンバンってもう振り向いて、バーン、バーン。じゃ告白する側ってこと、いつも。そうかも。あ、てか、その告白させる、誘導尋問して。あー、はいはいはい、はい。レールを引く、どんどん。はい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 。こっちにしか進めないように。どん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 レールを引いて、で、困ってる。最終駅で、最終停車で、最終駅のところまたで、もう来たな、みたいな。やっと来たかと。で、何って、付き合ってって、そうだろうよっていう、毎回そういう感じして、意地でもちょっと告白したくないってのがあって、だけど、思いが溢れたらどうやってだから、思いが溢れたら言うけど、だから、告白まではしないけど、脈ありっていうのは相手にはもう分かってる。伝わってるんだろうな、みたいな。バンバン出しちゃう。好きやけど、どげんかや、みたいな。マルコは告白したことあるの。私、今、なんか最近それをファンの人に聞かれて考え直してみたら、一回もまだ告白したことなかった。じゃあ自分から好きになった人ではないっていうこと、毎回。全員自分から好きになったりするけど。でもあっちから言ってくれるんだ、うん、じゃあ男気がある人と付き合ってきたっていうこと。え、でもなんか違うな。どういうことなの。え、だからでもそういうことだと思うよ。あのレール引いて、うん、私もやってるのかも、無意識にレールを引いてね、うん、らしい。また全然恋愛じゃない質問来たけど、うん、これはちょっと一回面白いから答える。お互いの第一印象を教えてください。会った時のことで、うん、会った時ちっちゃくて可愛い。これ本当に。え、マジ。ちっちゃいから可愛いじゃない、ちっちゃい可愛いってなったの。目がプリプリで腕にカラコンつけてたし、なんかうちらに秘密にしてるけど体中に目あるんだろうなと思って、ここにカラコンしてたからすげえやと思ったけど、可愛い。キマイちゃんめっちゃ直接会っとく、絶対可愛い。マジマジびっくりしたもん、可愛くて、こりゃたまらんなと思いながら見てた。キッチンでさっき大谷さん見た時、もうあれ可愛いな、おいと思いながら、めっちゃ可愛い。会ってみてほしい、みんな。やば、こんなボロボロやのに、もうさっきチャンネル洗いすぎてもうボロボロ。はい。だからキリマルコも早く。動画でしか見てなかったし、うん、なんか動画でさ、マジ下からアングルでいつも撮ってるやんか。そうですよね、いつもいつもバカみたいにこだわりなさすぎて、あんまり下からアングルで撮ってる。こんなだから、なんか想像の3倍くらい細って思って。
自分で言うのもなんだけどよく言われるわ。え、やっぱ言われる？言われます。びっくりした。なんかお前意外とデブじゃないじゃんみたいに。小柄って感じ。小柄まではいかないか絶対。ちょっとスポーツやってるよねって感じはあるけど、格闘技っぽいけど、でも太ってはないかも、そんなに。なんか全然動画と違う。顔も3倍くらいちっちゃい動画に。なんか違う、あの下から。いや本当にそう。だからヘアバンドでもう全部顔出して下からアングルでこんな風に撮ってるから。わざわざでかくなってるから。わざわざでかくなってるってな。だからさ、ヒロアカの見過ぎ個性みたいに言わないで。わざわざでかくしろわけじゃないのよ。別にでかく映っちゃってるの。これだけは譲れないもの。あ、じゃあ3ついきましょう。これだけは付き合う上でない。えない。おい、え。今までは結構こだわりがあったけど、うん、なんかどんどん年重ねてくるごとになくなってきてる。何これ。誰。何。柴玉さん。誰。何のキャラクター。柴玉さん。だから柴玉さんってしかも初めて聞いたし、何回も聞いてるみたいに言わないでよ。だから何これ、何のキャラクター。え、知らん。知らん。え、じゃあ何譲れないの。清潔感。あー、もう絶対清潔感の気譲れない。もうどこ見る。じゃあまずどこ見るだろう。見るっていうかどこが特にみたいな。肌。でも肌仕方なくない。そう、男子とか特に。一光さんぐらい綺麗にしとけっていうわけじゃない。もうピカピカみたいな、うん、そんなんじゃなくていいの別に。でもお前って一緒にそのお前っていうのはそのその顔を洗うっていう儀式を知っているかみたいな。なんかもう明らかに手入れをしていない。もう洗ってもいないだろうみたいな。でもここもうここ眉毛とかもそうだし、肌フェチ、あと足フェチ、なんかフェチの話になってる。じゃあこの流れで聞きますけど、何フェチですか。声。すごい、初めて身近な人で会った。何声の。え、なんか、ひっくり声が好きみたいな。いや、もうなんか、この声っていうのはないけど、なんかその人の聞いて、あ、これみたいな。初デート行くのにおすすめの場所。もういいやろ、この質問。何がだってもう定番やん。初デートでおすすめの場所、あれ教えて。ヨーコは知らんし、キリコかと思う。初デート。びっくりした。いいやろ、この質問は。どういう意味かと思ってる。びっくりしたんだけど。ドライブです。いきなりブラックキリコって言ったら。ドライブです。ドライブ？もう死ぬほど答えてきたんだろうなっていう感じだったよ。ドライブです。私みたいに。ヨーコは撮影がめんどくさくなってる。ちょっとなってきた。ヨーコいつもなんかもう、あーと思いながら、たまになるの撮影ずっとついたら、なるほど、なってたもん。ドライブです。ヨーコは、めっちゃ意外かもしれないけど、うん、ドライブです。気合うじゃない、恋愛の。好きなタイプは何ですか。でもさ、日々変わんない好きなタイプって、ちょこちょこ。変わるかも。うん。そりゃそう、マジで。そうそう、言われる通り。爽やかイケメンみたいなとか、おっとりマッチョみたいなのがそうなんだけど。言いたいこと分かる？ちょっとおっとりマッチョみたいな。おっとりしたマッチョ。なんかそういう感じで表してほしい、タイプを。こういう、こういう人が好きみたいな。はいはいはい。2文字で、3文字でもいいけど別に。おっとりマッチョイケメンとか。それでも別に。ああ、はいはいはい、はい、それで表してほしい。それが簡潔でいいわ。ツンデレ、ギャップ、ごつい人。あ、マッチョ。ツンデレ好きなんですか。好き。全く理解できない。え、てかあれか、ド S だ。ド S が好き。あ、ド S が好きなんだ。ただド M ってこと。キリコが多分そうだと思うよ。ギャップか。あー、普段おちゃらけてるのに仕事になるとかっこいいみたいな、そういうこと。うん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 。そうそう、とかあと、なんか人に見せない部分を自分が見れた時とか。あー、それってギャップなの。ギャップじゃない。ギャップか。そっか、そんな一面あるんだっていうギャップか。そうそう、マッチもらえたしね。あ、どういう人。気になる。あ、あれで表すよ。柔らかかわいい、うん、柔らかかわいい犬。うわー、よりちゃん、よりちゃんってもうど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 うってやってもう、うん、もう落ち着いてバーンみたいな。
な犬みたいな子が好き。はい。うわ、めっちゃ引いてるやん。また何、彼氏が隠れてタバコ吸ってるの見た時どうすればいいの。好きな人が、あ、それをなんか話したくて。え、何を。なんか好きな人がタバコ吸ってるとこめっちゃかっこいい。はいはいはい、はい、だけど、うん、付き合うってなると嫌だみたいな。心配になるってこと、健康的に。その人と長い目で見るときやったら心配になるし、うん、シンプルにタバコの時間付き合うのが嫌。あー、まあそうだよね、それはあるかもしれない。ヒヨコの友達も結構タバコ吸う人いるけど、うん、まあそうだよなって感じ。結構タバコ吸いに行ったりするから。まあまあまあ、でもヒヨコがタバコ吸ってる人付き合う全然あり。あ、全然なんとも思わない。もうバカバカ吸えばって感じ。え、匂いとか大丈夫。全然大丈夫。もう親がヘビースモーカーだったから。もうもう違う違う違う、キリコ分かってない。じゃあちゃんともう吸って全部吸い終わって次のにっていうか、これこう1吸い2吸いとかじゃない、もう1本、あ、2本ってやってるか、これ3本4本の5本、あのね、丸ごろと。こっちの人何してたっけ、あのね、分かる、忘れない、忘れた、忘れないじゃん、忘れた。だから親がもうヘビスモだったから、タバコの匂い最初分からなかったの。だから逆に、喫煙所とか行っても無臭だったの。やっべ、そう、タバコの匂い慣れすぎて。あ、家の中でガンガンこう言ってた。そうよ、もう、うわ、ヤクザの灰皿みたいな。もうなんかそうめんの皿みたいなやつにバカバカ入れて、もううわ、バカバカバカ煙もくまま、家の中に雲があるみたいな状態だったからね。だから募集中、タバコ彼氏以上。女性 YouTuber さんの中でもし付き合うなら誰ですか。おお、南雲風花ちゃん。ひよこ TikTok で何回か見たことある、南雲風花さん。ああいうなんか、なんなん、ちょっとオーガニックっぽい感じっていうか。え、なんで、なんで付き合いたいの。え、なんか本当になんだろう、笑顔が可愛いし、なんか透明感だし、うん、もうなんか、うん、ナチュラル可愛いみたいな、なんか、うん、フレッシュ、なんかフレッシュな感じだから好きらしいです、南雲風花さん。はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして。あ、古川優香ちゃん。あー、優香ちゃんもいい、いい、なんかごめんなさい、勝手になんか上から優香ちゃんもいいとか言って、あっちが願い下げたって話なんですけど。いや、でも優香ちゃんのあの、いい、なんかあの、わかるわかる、ラブな感じ、わかるわかるわかる、優香ちゃんいいね。はい、私もめちゃめちゃ好き。以上、南雲風花ちゃんと古川優香ちゃんでした。以上。じゃあ概要欄に、あ、じゃあひよこの概要欄にきり丸のチャンネルコラボ動画も上がってますので、よかったらそちらも見てください。えらい、自分で言って。じゃあね、早く寝ろ。早く寝ろ。せーの、バイバーイ。